まあ、もうすぐ親帰ってくるとは思うんですけど、トレジャーマップ新キャラ雑談。はい。トレジャーマップの新キャラは、ジャックですね。考えのジャック。はい。まあね、船長効果自体は、かもなく、負荷ちょっとあり、みたいな。なんだけど、船長効果がね、やっぱ微妙なんだよね。だから船長としては使わないけど、いや、必殺技はむちゃくちゃいいと思う。すごいいい必殺技。が、新たなる、やつって感じかな。やつって、適当ですけど、まあ、強いっすね。でもちょっと悲しいよね。もうちょっと、まあ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 、まあ、あとまあリーク系っていうかね、まあこれ情報リークの人が復活しましたからね、あのスペースマンって人、こっちはすごい見やすいんでね。まあ何がいいかっていうと、ダメージ量があらかじめ固定されてるんですよね。敵全体かかってる防御アップ、ダメージ経験、ダメージ無効状態を2ターン減らして、必殺発動時の敵の数が多いほど大きい無属性ダメージを全ての防御効果、防御力を無視して敵1体に与える。最小で30万、最大で200万ダメージ。すごいですね。で、まぁ、船長効果は強靭タイプのキャラの攻撃で 2.75 受けるダメージが20っていうね。って感じだけど、そもそも、あの、強靭タイプの船長ってみんな雑魚なんですよね。今、強靭タイプ船長で最強は、多分、あいつかな。あの、ルッチ。なんで、そう考えると、ちょっと強靭タイプは、まあ、これから新しく強いやつが出てくる。まあ、カイドウとかね、ワノ国編がもしね、いっぱい集まったら強靭タイプは逃げうんだろうけど、その、強靭タイプ自体のフェスゲン、湧いても、強靭タイプ強化のフェスゲンが俺あんま強いやついないと思うんですね。あ、耳で。やっぱその、ルッチは、回復力を減らされてしまうんで、あ、強靭タイプ、まあ、ジャッジだけど、こう、強靭タイプっていうのは話が違ってくるんだよな、それだと。その、強靭タイプの強化。で、強いやつはあんまいないよね。ルッチですね。ルッチは体力を 20% 回復だっけな。まあ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 、まあ、って感じですけど、微妙ですよね。体力増加もたったの 1.2 倍なんで、まあ微妙ですけどね、やっぱり。そこら辺は。だから強靭タイプを普通に強化するやつがいないっていうか、まあ、超進化ルッチは、微妙なんだよな。回復力ゼロっていうのは痛すぎるって言ってるから、まあ、確かにな。で、世界政府の方も、まあ、回復力半減で、船長2人にしたら4分の1ですから、まあ、うまくいって2000なんですよ。2000回復だとは思うんですよね。全体回復力。500になっちゃう。500って相当きついですからね。4000なんてまあいかないから、4000もし行ったとしてもね、何かの手違いで行ったとしても、1000ですから。まあ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 、攻撃特化かって言われるとそうでもないんですよね。まあ強靭タイプには、まあ、すごいいい船、ズニーシャっていうのがいるんで強いけど、まあ、ズニーシャも体力面では 1.25 倍なんで、って感じですよ。まあ攻撃力は 1.55 倍。まあ、1.55 だから何か変わるのかって言ってもそんな変わらないと思いますよ。1.05 倍の差なんでね。まあ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 、1.009 倍くらいかな。倍率にしたら。それくらいのダメージが変わるから。ちょっと難しいよね。
1.1 は 1.5×1.01 は 1.01 倍ですね。ほぼ 1.0、 あ、 1.01 じゃねえ、全然嘘ついた。1.05 倍、 5×1.4、 あー、ちょいちょい、 1.04、 まあ、1.04 倍。あ、ちょっとピザが焼けちゃったから一回見てくるわ、見てくるわ、それで一回終わります、中断。